阪神優勝旅行メンバーハワイから帰国。阪神が19日ハワイでの約1週間の優勝旅行を終え、大阪関西国際空港に帰国した。空港では約100人のファンが出迎え、選手タオルを持った人も多くのファンがカメラを向け、歓声が起こった。平田ヘッドコーチが到着するとファンからお疲れ様ですとの声も飛んだ。岡田監督が姿を現すと、岡田監督とひときわ大きな歓声が起こった。選手は長旅でややお疲れムード。それでも最新の野球トレーニング施設ドライブライン訪問のため米国本土へ向かった佐藤輝を除いて、選手は無事に帰国した。ハワイ旅行から帰国、チームの皆さんお帰りなさい。球団初のアレに向かってゴーズオン、来季も応援します。無事に帰ってきたんやね、パイロットさん、ほんまありがとう。韓国俳優か何か、めっちゃ出待ちいるやん。お帰りなさい、あっという間やったやな。なんでみんな帰ってくる日知ってんねん。ドン様お帰り、なんか肌ツヤ良くなってる。あ、お帰り。100人弱のファンが関空でお出迎え、みんなどっから情報仕入れているんだ。笑い。フライトレーダー24と関空ホームページです。一般的には SNS やニュース、ファンサイトなどを通じて情報をキャッチすることが多いですね。すごっ、お出迎えとかよく知ってるな。お帰んなさ。おーん。ハワイから帰国したか早く感じた。無事帰ってきたか。帰ってきたんか、すごいギャラリーやな。帰国した阪神の選手見てると、今の野球選手はスポーツウェアで移動するから、かつての激ヤバファッションな選手たちはもう伝説の存在なのだろうか。阪神の首脳陣、選手はハワイの優勝旅行から帰国した。皆さんお疲れ様でした。まずは時差ボケに気をつけて、自主トレなど頑張って、シーズンのキャンプに備えてもらいたい。ババ君選手も帰国やけど、これで阪神の選手として終わりやな。お帰りなさい。13日水曜日から5泊7日の優勝旅行、楽しかったようで、よかよか、一区切りつけてアレンパ目指してや。お疲れ生です。お帰りなさ、ゆっくり休んでね。の、オメガ、の、パサ。この感じ見ると、たまたま関空にいたら選手見ましたって人もいそうやけど、ほぼ選手目当てで関空行ってる人の方が多そうやな。すごいよな、旅行行って帰ってきただけでお祭り騒ぎやん。どっからそんな人湧いてくるん。優勝旅行組も帰国か、なんだかんだという間だ。無事のお帰り何よりです。選手の皆さんの帰国ファッション見てて楽しい。ゆっくりお休みください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。